想像だけで青汁作り大会。どうも、名所のモッチと、はい、来た、はい、どうぞ、ロセルです。ということで、今回青汁作り大会をやっていくわけなんですけど、なんでやるんだと。はい、でイメージとしてやっぱり青汁っていうのは、はい、苦いやらまずいやらそういうイメージが若者にあると思うんですよ。はい、はい、もちろんね。でみんな飲んだことありますか、青汁？ないです。ないです。僕はあるんですよね。のせくんってなんで飲んだんですか、そういう時？親がこう健康のためにね、こう箱で買ってきて、粉をねコップに入れて、それに牛乳を混ぜて飲むとめっちゃうまい。あ、美味しいの？普通にめっちゃうまい。抹茶うんもふいんちのジュニア。ふいんちのジュニア。まあ基本的に苦いと思うんですよ、青汁は。はい。でその苦いという部分を美味しいに変えてやろうと、俺らの中で。そう、イメージをね。そう、イメージを美味しいに変えてこうと。はい。ということで今回、まあ、ミレニアムと新世紀チームに分かれて、はい、想像だけで青汁作りをしていこうと思います。はい。というわけで今回は想像だけで青汁作り大会をやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、はい、というわけでミレニアムクッキングの時間でございます。はい、マスター今日のメニューは何ですか？今日は青汁ブル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 ブン。はい、青汁をやっていきます。はい、ということでね、ほうれん草ですね。はい、そしてカロリー付けのパセリ。はい、はい、パセリですよ。これがね、苦いとね言われる元凶ではないかと。まあでもね、ここでね救世主が登場します。そうなんですよね。アップル。いやこれはちっちゃい子にも人気だからね、もうしっかりブッシュ。このね、フルティッシュなね、この感じを入れることによって美味しくなるんじゃないかと。そうですね、まあ、旨味ということでね、こちら枝豆でございます。これちっちゃい子も大好きですからね。あとは緑要因の、まあ、ちょっと美味しいね、小ネギさんですね。そして最後にこれはね、なきゃいけない、やっぱりこれで混ぜていきます。美味しい牛乳、絶対うまい。ということでね、今回ミキサーを、そうですね、仕入れましたね。はい、店長、開けていきますか。開けてもらっていいですか、マスター。説明書によりますと、ここが搬入口になってるんですね。なんでここから入れていきます。で、ある程度ちっちゃくしておきましょうか。せやな。はい、まあ雑草がいっぱい入りましたね。リンゴを切っていきます。カイトくんがリンゴを切ってる間にですね、枝豆はね、こちらにボロボロ投入していきたいと思います。リンゴを入れていきます。滑りでいっか。次はパセリで。質量が多いな。あ、大葉忘れていた。それな。じゃあ大葉くんもね、ふんだんに入れようかと、ね。はい、あ、いい匂い。大葉マジでいい匂い。もう十分緑なんですけど、こう追い打ちをね、かけるようにね。全部入れる。うん、ネギを豪快にぶち込んでいきます。そしたら最後にですね、リンゴ、枝豆の次に活躍してくれる牛乳を上から注ぎ込みたいと思います。おー、いいですね。この上でさらに蓋をします。しっかり押し込みます。はい、せーの、やったー。おー、すごい。なんかすごい。この泡立ってる部分をちょっとね避けるように。もうスムージーみたいな。これ俺ね、やりながらスムージーじゃねって思います。はい、完成しました。面白くないチームです。はい、まあ、僕たち最初、まあ普通に一般的な青汁の材料っぽい野菜とかをこうミキサーでウィーンってやって、うん、青汁にしようっていうあれだったんですけど、うん、多分ね、向こう農金チームなんでやるんですよ、それは。まあ確かに農金だからね。はい、うん、2001年生まれの僕たちはちょっと特殊な方法で、アンダーグラウンドな方法でいこうと。なるほど。青汁ってなんでいいかっつったら、めちゃくちゃいろんな野菜の成分とかが入ってるからいいんですよ。だから健康的だと。そう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 。もうそんなのあるじゃんって思いました。俺、あるね。これです。野菜1日これ1杯、これでいいじゃん。野菜汁 100% ですからね、これ。野菜汁 100% ですよ、これ完全に青汁の上位互換なんですよ、うん、確かに。でまあこれだけだとちょっと青汁と呼べないかなとね。まあそれね、野菜ジュースだからね。青汁とは呼べないよと。うん、これです。はい、青汁です。はい、もうこれは青汁でしかないです。これが青汁です、もはや。なんでこれを野菜1日これ1杯にいっぱい入れればもうそれは美味しい青汁なんじゃないかと。いやー、臭い。くさ。いやー、くさ。あの、めちゃくちゃ濃いキャロットジュースの匂いがする、うん。顔ゲスな。
これいっぱいきつない。これやばい。これなら野菜食う、ね、野菜の方がうまい。もうちょい入れよ。でも、うん、こいつがさ、うん、あるじゃん。入れます。はい。どんなもんなんだろうね。お、きったね。きったねえけど青汁ってこんなんじゃないね。完全に溶かしきればさ青汁じゃねえもん。青汁だよね。うん、ヘドロができましたね。はい、というわけで完成でございます。はい、どちらから結果を発表していきますか。ちょっとそっちがやばそうなので、まだ健全な色の方からちょっと飲みますか。はい、うわいただきます。召し上がれ。乾杯して、乾杯して。乾杯やべえもん作ってくれたな。せーので言いますか。美味しいかまずいか。せーの、まずい。恋にもならないか。あげるよ。じゃあ男らしくいきましょう。いってください。いただきます。3、2、1、ゴク。戻してもいいよ。うん、うん、まあね、例えると、うん、すごい身長が低くなって、とてつもなく口がでかくなって、脳の道を歩いてる感じですね。どういうこと？本当に悪い。じゃあもう続きましていきますか。はい、この流れで。まあ、僕らのね、はい、青汁です。ちょっといいですか？はい。ドブですけどね。じゃあ僕いきますよ。はい。結構いったな。なんかね、舌に刺激がある。本当にこれとなんかお茶の茶葉を混ぜた。そのまんま。別にまずいとかではない。まずい。匂いがこいつ。いや、そうなのよ。あ、いった。すごいね。ね、こいつはすごいよ普通に。茶葉がすごい。指指口。おお。こわ。え？何もね。何何何こわ。いろいろ怖いの。何もね。何が起きた？分からん。